こんにちは教育課の小川大輔です僕は今見守る子育てという子どもたちの育み方のコツや知識といったものをお伝えする活動をしていますもとも僕はですね京都大学法学部在学中にアルバイトとして塾講師を始めてその後塾の経営者など中学受験との関わりは30年ぐらいになるんですけども 特に僕が立ち上げた個別指導塾こちらではコーチングを取り入れてご家庭の学び方学びの力を立ち上げるコンサルティングを行いまた子どもたち一人一人が持っている学習タイプといったものを見抜いてその子に合った学び方教え方を研究してそうすることによって短期間で成績を上げるその先の志望校合格を叶えるそういうノウハウを作ってきましたでただですね そうした仕事自体は非常にやりがいを感じていたんですが10年ほど前から僕の中で非常にもやもやしてたんですね実は。何かというと出会った時にすでに子どもたちのその伸びる力伸びる意欲といったものが非常に抑え込まれた状態で僕の前に来る。というのは3歳から9歳というのは学びの土台を作る非常に大事な時期なんですけど この時期にですね自分自身への自信や学び方といったものを見つけられないまま大きくなってきた子っていうのはその上でさらに頑張るってなかなかやっぱ苦労するわけですね同時に親御さんも思うように子どもの力を引き出せてあげないまたつい叱ってしまう叱ってしまう自分自身をまた自分が責めてしまう非常に苦しい時間を経てくるそうしてようやく出会えるわけですもちろんそこからお手伝いしますが もっと早くにお伝えできていたらこんな苦労を親子を共にしなくてよかったしもっともっと健やかに本来の力を発揮してくれたはずその思いが抑えきれなくなって僕は塾はもう更新に託してですね中学受験からもっと広い子育てのフィールドに軸を移してで多くのメディアに取材いただいたり書籍を出したり講演活動をするなどしてこの見守る子育てという知恵ノウハウ知識を 多くのご家庭に届けける活動を続けてきています。で、こちらの「ですねこの見守る子育て研究所」チャンネルにおいても、この「見守る子育ての知恵」を皆さんにお届けしていきますので、毎週更新していく動画、ぜひ楽しみにしていただいて、私とお付き合いいただけたらと思いますどうぞよろししくお願いいたします。